まあ、とんかつの気分だな。あーね、西新宿のトンチンカン行く？西新宿のトンチンカン、うん、行ったじゃん、ほら、あのイカフライおすすめって俺が言ったとこ。西新宿のトンチンカン、うん、あのほら、豚汁もおかわり自由とこ。いや、ええじゃなくて、行ったじゃん。ちょっと、わかんない、何言ってるかわかんない。ちょっと待って、イカフライ、うん、イカフライ、いや、もういいや。何、うん、何、イカフライが何、イカフライを美味しいよっつって、今までで食ったイカフライで一番うまいとか言ってたじゃん。それが、そのトンチンカン。あ、トンチンカン入ってこないね。思い出した、うん、うん、ちょっと待って、うちマジ二つのこと一気に、二つ無理。ちょっと待って、二つ無理なの。え、イカフライが、いいよ、もう終わってるよ、イカフライの話。え、塩派ソース派みたいな話じゃなくて。いや、俺もうとんかつ塩で食うやつ大っ嫌いなの。なんで。やっぱもうなんか、いや、カッコつけんのって感じじゃない。どういうこと。いやいや、ソースドパッとかける、何をしよう。まだ、まあ女の子だったらまだいいけど、マジで男で塩で食ってたらちょっと友達になれねえな。うん、逆にさ、うん、ソースで食ってるやつ友達になれないってやつ現れたらどうするの。かかってこいだな、それは。かかってこいじゃん。あの、別にその友達にならなくていいやじゃなくて、そのじゃあちゃんと話しようの意味のかかってこいやはあるかもな。あれだっけ、なんだっけ、そういうの、リカビリーみたいな、リカビリーみたいな言うじゃん。1対1で対決するやつ。タイマン、うん、リカビリー。なんだ、タイマン以外である。1対1でなんか話し合い対決みたいな、リカビリー、ディベート、しっくりこないけど多分それ。ふざけんなよ、お前ディベートだよ絶対。なんで お前答え出してんのにしっくりこねえんだよ。こっちのモヤモヤは止まらんぞ。だとしたらじゃあそれ。最近めっちゃさ、救急車多いよな、うん、なんかね、嫌なんね。まあな、なんか誰かが怪我してんのかなと思ったら、ちょっとなんか怪我で済んだら、いや、怖いこと言うな。なんかさ、うん、迎えに来たよってさ、昔より言わんくなったよね。俺、あれは絶対言わんようにしようと思ってたな、失礼だし。本当に仮にその後病気になったら、お互いへこむだろうしな。迎えに来たよ。え、それ俺に言った今。ごめんごめん、やばいよ。待って、どこまでやった。やばいよマジで。どこまでやった。あ、なんか母ちゃんがさ、うん、また連れてこいって。ああ。うん。なんか。え、すごい優しかった。なんかさ、うん、じゃがいもがめっちゃ取れたんだってさ。うん。だから、で、この前うちの母ちゃんのポテサラうまいうまいっつって。うまかった。うん。だからポテサラとかも作るし、シチューとかも作るから来いってさ。ありがとう。うん。一昨日離婚したから寂しいらしいわ。何が？いや、一昨日離婚したから寂しいんだって。ん？誰が？いや、母ちゃん。ん？母ちゃん？うん。どういうこと？だから寂しいからお前に来てほしいんだって。待って。え、ちょっと待って。どういうこと？何？ん？え、親離婚したってこと？一昨日、うん。だからなんか寂しいらしいよ。で、じゃがいもも取れたしみたいな感じで。じゃがいもどころじゃなくない？いやいや、お前じゃがいも悪く言うなよ。そこ？
じゃがいもいっぱい取れたからポテサラお前が美味しい美味しいって言ったからうちの母ちゃん喜んでんだろ。待って、え、待って、じゃがいもがなんて、じゃがいもの話してんだっけ。え、じゃがいもが、お前さてなお前が一番じゃがいもだろとか言うなよ。やばい、聞いてなかった。もう一回言って。ちょっとやばい、時間やばい。え、待って、今言う。何時間やばいって、大丈夫、行かなきゃ。うん、ちょっと待って、何だっけ、何だっけ、何から処理したいんだっけ。いやいや、何から処理じゃなくて、あれ目だ。え、何何、あれ、俺と飯行くって言ってなかった。言ってない。いやいや、だから待ってたの。いや、そうだよ、うちマミと約束した。ちょっと待って、え、なんでとんかつの時言えし。じゃあとんかつ誘ってくれてさ、え、3人で行ってもいい。ちょっと待って、離婚したの。いやいや、とんかつどうすんの、離婚したのって。いやいや、俺もう分かんねえよ。そうどの話だよ。え、離婚したの。え、待って、大人になってからの離婚ってどっちついてくの。違う。え、なになに、待って、え、なんだっけ。え、待って、何の話。ちょっと待って、俺も分かんない話しさ、なんだっけ。 LINE ずれたじゃん。何、あ、そうだ、先輩に LINE しないと。違う、待って、ミスった。止めた？これは怒られる。離婚止めた？ちょっと待って、一旦ストップ。俺二つのこと同時にできないから。じゃあ今言うなって。ちょっと待って、あれ、上手に弾けた？なんで？あれ先輩、うま？違う、え、待って、待って、どれから処理したらいいんだっけ。いや、てかさ、LINE 送った？うん、いやいや、飯さ、違う、待って、飯は一旦いい。一旦よくねえよ。一旦離婚の話でしょ。ああ、そうそう、おととい。でも、まあまあ、その、ほんと子供好きって感じだったからな、父ちゃんも母ちゃんも。だから兄ちゃんも俺も姉ちゃんも、ああ、別に止めるって感じじゃないな。だってその家族のままだからな、別に。うん、ない、夫婦仲は悪かったからな。ない、兄ちゃんも母ちゃんも夫婦仲はずっと悪かった。待って、姉ちゃんが離婚したの。姉ちゃん結婚してねえよ。え、待って、相手探してくれよ。じゃあ、うちの姉ちゃん、むずい、何の話だっけ。離婚して、んだから離婚して、だから早くだからお前とか来たら嬉しいなってさ。姉ちゃんも家出ちゃったし。姉ちゃん家出たの。いや、普通に自立しただけだよ。ずっと実家だったから。びっくりした。でも俺ら別に父ちゃんとも仲いいし、母ちゃんとも仲いいしさ。え、待って、どっちがどっちとか真剣とかそんな、もうさ、この年になったら関係ないよね。ないんじゃない、別に思ったことね。一応でも真剣は母ちゃんらしいけど。どういうこと。俺らからしたら別に、まあ、どうだこうだではないって感じだな。ちゃんと聞いた方がいいよ。なんで、苗字変わんじゃない。え、どっちがいいか、じゃあ選んで。うん、俺今原じゃん、苗字。うん、でお母さんの方になったら宇田川になる。うん、どっちの方がいい。ちょっと宇田川もありだな。え、仮にさ、俺の母ちゃんはなんか、うだこって呼ばれてたのって。え、俺さ、宇田川だったらさ、あだ名何になると思う。宇田まん。何、宇田まん。やだよ、なんだよそれ。絶対原。え、原ちゃんと宇田まんだったらどっち。絶対原。なんか変わんのおかしいし、今の年齢から。え、でも俺そう言われたらちょっと宇田まん気に入ってきちゃった。うん、絶対原。ハラちゃん、うん、お前は最初会った時ハラちゃんで呼んでたもんな。うん、
人に話すときハラちゃんって話すし。そうなん、うん、これからさ、人に話すときウダマンって話すよ。無理。行ってきます。ごめんね、ごめん、でかっ。ウダマンはやだな。